私の街では串カツがアメリカンなのが当たり前。 The town is 一宮市。串カツといえばお肉や野菜などバラエティ豊かな食材を家族みんなで楽しめる日本のソウルフード。このサクサクと薄くて軽い衣が美味しさの鍵を握っていますが、一宮市民に聞いてみると、ちょっと甘いんですよね、衣が、はい、形もそうだし、食べた感じがね、アメリカンドッグっていうの、甘い感じの、ふわっかだよね、アメリカンドッグの串カツ版、わお、串カツがアメリカンドッグ料理。一宮で独自の進化を遂げたアメリカンな串カツとは一体。一宮駅から15分、どうやらこの辺りのようですが、あそこ、あ、なん、あれやってるか今、あの信号の角、なんかいろいろ貼ってあるでしょ、角や、うん、角や角や、そうそうそう、こちらが噂のお店カード屋。アメリカンとはかけ離れた昔ながらのザ・ジャパニーズ食堂といった雰囲気。すいません、あ、すいません、あのテレビ愛知なんですけども、今ちょっと取材に来ておりまして、はいはいはい、お店のことをちょっと取材させてもらいたいなと。ああ、そうなんですね、今まで、あ、ちょっと ご主人、ちょっとこちらちょっと来ていただけますか、すいません、すいません、テレビ愛知の、はいはい、あの千原ジュニアの愛知当たり前ワールドという番組の取材で、はいはい、今一宮市に来てまして、お店のことをちょっと取材させてもらいたいなと。まあ構わないです、うちは。はい、はい、あ、そうですか、はいはい、取材自体が今まで実は一回も受けたことなくて。え、本当ですか。え、ちょっとあんまり慣れてない、全然慣れてない、慣れてもいない、はい、まあ、こんな店でよろしければ、はい、全然構わないですよ。え、本当ですか。はい、なんとテレビ初潜入、未知なる世界へ、いざ。ずいぶんなんか渋いですよね、お店。なんか歴史を感じるっていうか、うん、まあ昭和時代を思い出すようなお店の作りではありますけど、はい、あ、すいません、ご主人、ちょっと、はい、テレビの音拾っちゃうんで、ちょっと、あ、すいません、ありがとうございます。はい、こちらの串カツってアメリカンだっていう風な噂で聞いてきたんですけど、まあよく言われます、まあいわゆるアメリカンドッグみたいな感じの形、アメリカンドッグ、ええ、丸い感じです、俵型というか、はい、俵型、ええ、店主の小島さんも認めるアメリカンな串カツとは、はい、早速注文が。まずはノーマルな串カツの作り方をおさらいしましょう。串に刺した具材を水、小麦粉、卵などを混ぜて作ったバッター液にくぐらせ、パン粉をまぶして揚げるのが一般的ですが、角屋の串カツは串に刺した豚肉を少なめの水と大量の小麦粉で粘り気を出したオリジナルのバッター液にくぐらせる、パン粉につけて揚げるのは普通だが、さっきより膨らんだような、あ、丸いっすね、確かに普通の倍ぐらいありますけど、ね、この衣がね、美味しいんだわ、また明らかに太い、このフォルムはまさに
アメリカンドッグ。普通の串カツと比べてみると違いは歴然。気になる断面はこ衣が肉よりも厚い。このヘビー級のビッグ串カツに当たり前ピープルたちもこれ1本で相当くんだこれ1本相当くるよおじさん。これも1本でさまあ独特ですよね。これすごいな私みたいにこうあの太いね独特のうちで真似しようと思ってもなかなかこの生地がね真似できないね、うん、こんなに膨らまないよ大体、はい。うん、特徴的なのは見た目だけではないようで。衣が甘いですよね。衣が甘い。衣が甘い。甘い。ちょっと甘いんですよね、衣が。はい。それが小さい時から好きで。味が甘いんですね。衣が甘い？小島さん、本当ですか？普通にあの衣っていうのは味がしないんですけど、はい、うちの場合は結構きつめに味付けをしてるんです。何で味付けしてるんですか？あの砂糖とあときつめの胡椒で味付けしてまして、はい、唯一無二という串カツ衣自体に味結構強めの味付けがしてある感じですかね。はあ、そうなんですね、一人で来ていたこちらのお兄さん、お皿には何本ですかこれ？これ8本ですね。これ8本8本1人で？あ、そうです、僕1人でやご飯が来ましたけど。そうですね、もうやっぱり味噌串とご飯セットで、はい、もういただくのが本当に至高の一杯ですね、僕の一口、はい、一口でご飯を、はい、幸せですね、これが美味しくて。これです。もちろん最高の相棒といえばいいですね。どうすか、美味しいですね。最高です。この店なかったら泉はなかなか来ない。ピークタイムを終えると一本の電話が。はい、これです。はい、30本と5本ともうプラス20本ですね。じゃあ、合計55本でいくんですか？あ、わかりました。え、テイクアウトの注文ですか？合計55本です、7です。すごっなんと一撃55本の注文が大量のテイクアウト。一体なぜ？私は妻の人間なんですけど、嫁に行って、あ、はい、実家に来て、カドヤさんを、ええ、お持ち帰り、妻で今から持って、はい、なるほど。じゃあ妻で昔の味を懐かしむわけですね。そうです、そうです。もう絶対ないので。ない味、はい、他では絶対に味わうことのできない唯一無二の串カツ。誕生は今から60年前、小島さんの祖父初代の照屋さんが考案したそうで、お値打ちで満腹になれる串カツを、そんな初代の思いから甘くて大きな衣に。親子三世代、時代が変わってもその味は変わることなく受け継がれてきました。常連たちは角屋の味で育ってきたようで。大昔から来てます。大昔、何年前ぐらいですか？50年。私がもう幼少の頃、あの人のおじいちゃんの頃から。そうそう、先々代の頃。そうそうそう、僕がちっちゃい時によく親に連れて行ってもらってたんですよ。あ、そうなんですか。店主が多分先代の時。はい、うん、変わってないですね。
お客さんがカウンターに空のお鍋を。これはうちおでんもやってるんです。おでん、はい、味噌おでんなので、はい、これも一緒に持って帰れる方も、はい、まあ多いですね。年中楽しめるというこのおでんは串カツに勝るとも劣らぬ大人気メニュー。我ら愛知県民には当たり前の赤味噌。常連さんはお鍋やタッパーを持参しておうちで楽しむのが当たり前なんだそう。さらに締めにもってこいの一品も。懐かしい味中華そばが美味しい。中華そば、うん、昔ながらの中華そばが酔った体にああしみる。たまり醤油をベースにサバの削り節と豚骨の出汁が効いたスープは見た目以上にあっさり。本当に今回はいろいろと取材にご協力いただきました、はい、ありがとうございました。いや、とんでもございません。初めての取材どうでした？疲れました？疲れますね、やっぱり。もういかんせん全てが初めてですからこういう飲食店の仕事よりも疲れますね。気づかれます、本当に。VTR が放送されて、はい、お店が大繁盛するっていうことはあるんですかね？いや、なってほしいですね。はい。